今日はさくらんぼ狩りに行きたいと思いますと思ったら途端にレッツラゴーって行ってきました。で、さくらんぼもぎ取り1時間食べ放題、5種類のさくらんぼがあります。6月9日からやってます。期間は休まず9時から4時まで、入園料は1500円お一人様で、この地図を頼りになんとかこぎつけて行ってきました。佐久間利平観光農園、なかなかお客さんもたくさんいて、で、ちょっとやはり6月9日のあたりに行けばよかったのですが、ちょっともう今梅雨の時期で、もう7月になろうとしている頃に行ったので、だいぶもぎ取られてしまって食べるところがないとか届かなくて、脚立に上がってなんか怖かったですね。で、5種類のさくらんぼがありますって、これはちょっとうっかりしてましたね。5種類のさくらんぼ、佐藤錦は食べました。あとは高砂っていう品種ですかね、それも食べたのを覚えてますけど、あと何があるかって、紅さやか、紅豊か、紅手まり、紅きらりなどなどあるんですけど、そのようなのは食べた記憶はございません。あと佐藤錦、なぜ佐藤錦って言うんだろうって、佐藤さんがなんかしたのかなって思いませんか。鈴木錦でも良いと思いませんか。これはなんか大正元年1912年に山形県東根市の佐藤英介氏がナポレオンに黄色い玉って書いて何て読むでしょうね、を交配してできたと推定される品種を佐藤錦という、やはり佐藤さんでしたね。あと紅秀峰もなんか有名ですよね。まあさくらんぼといえば佐藤錦が20世紀に最高の品種を絶賛され、圧倒的な人気ということですね。でも今いろいろ考えていろんな種類があるので、まあ食べ比べがいいと思いますね。でもなかなかやはりさくらんぼもぎ取りっていうのはいいですね。食べ放題1時間、まあ食べ放題、1500円なので1500円分は食べたとは思いますが、また、来年も行ってみたいなと思うほどでしたね。今度はこの佐久間利平さんの農園では、ぶどう園もやるようで、8月上旬からオープン。まあ、そこもぜひ、あ、そういえばなんか隣に何かなって見たらぶどうが少しあって、そこが農園、ぶどう園なのかもしれませんね。あとは屋根付きなので雨が降っても大丈夫っていうところがいいですね。はい、ということで、あ、さくらんぼはあまり食べ過ぎるとちょっとお腹壊すので注意してくださいね。さくらんぼをチェリーと言いますが、さくらんぼの花は桜に似てて、なんかさくらんぼの花見、お花見をする農家さんもあるようですよ。ぜひとも。それでは今度は秋頃にリンゴや梨があるので、ブドウもあるので楽しみたいと思います。お、これはイチゴじゃ。